どうも、大塩です。今回はね、ちょっと Xbox One 専用のゲームになりますけれども、サンセットオーバードライブのマルチプレイをちょっとご紹介していきたいと思います。単発の動画になりますけれども、ご了承ください。あんまり実況向きの動画じゃないんでね、こういう風にね、デッドライジングみたいに、今これマルチプレイなんですけれども、デッドライジングみたいにね、モンスターがいっぱいいる中でね、マルチプレイの場合はお題ね、こなされたお題を、なんていうかな、与えられたお題をこなしていくという感じのルールモードなんですけども、これみんな動いてんのかな、だいぶ。コツはね、このゲームの肝はこうやっていって、オブジェクトにねしがみついて、なんていうのかな、こうやってマップを縦横無尽に飛び移るというね、このグラインドっていうのがポイントになっていてですね、もう自由自在に飛び回れるといういろんなオブジェクトを使ってね。これまだゲームが始まる前の状態なんじゃないかな。どうなんだろう、途中参戦じゃないから、誰か始めようぜゲームOKOKOK で、マルチプレイの場合はね、迫り来るモンスター、その、ね、ミュータントたちから、身を守りながらお題をこなすっていう感じなんですけれども、守れとかね、今私も最終段階まではプレイをしてないので、これ難易度は2つ目のランクのやつをやっています。なのでそんなに難しくはないですね。ただ、なんていうのかな、死にゲーっていう感じではないんですよ。何回死んでも OK なんですけれども、とにかく自由度がね、ほんと自由自在に動けて、こんな動きもできんのみたいなね、ほんと私が今このでっかいモンスターを凍らせてみんなで蹴散らすというね、こういうのもね、早く倒さないといけないんですよ。あ、倒されちゃった。私もそんなにやったばっかりっちゃやったばっかりなんで、すがですよすごい位置で凍ってるぞこいつ。足ひっくり返ってますかね。ほら、よし、スポーナーっていうね、こいつを一匹最低殺せっていうのが、目的でしたが、なんかまだいるみたいだね。どこだ、あ、いた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 。このね、凍らせるやつで動きを止めた後、火力の高いやつで一気に、あ、誰か取られちゃった。なんかね、マルチは協力っていうよりもスコアを競うって感じの協力ゲームではない感じですね。うん、今のところはね、後で追加される可能性もありますけれども、なんかウェーブ形式のね、なんか生き残りのやつも入れてほしかったなと思いますが、なんといっても醍醐味はこの自由度の高い、この目まぐるしく動く私一体何をやってるんだっていう話ですけど、どっかにモンスターがいるらしいと。あ、いたいた、上にいたんだ、一番上。私もやってまだ数時間、10時間ぐらいやったのかな、やった感じなんですけれども、お、トップの人たちと1000スコアつけられちゃいましたね。頑張りたいところ。こっちの方が面白いよ。どう？みんなでね、こうやって、なんていうのかな、これはグラセフのね、ミッションみたいに選ぶんですよ。で、次のミッション地まで、先に着いた方が、1位3位にはポイントがもらえるというなんか奇妙なシステムでございますけれども、マップを覚えたもん勝ちというね。走るボタンとかなくてですね、これみんなこうやって飛ばないといけないんですよね。飛べば飛ぶほど速くなるという、なんていうのかな、もう移動手段はみんなこうやってやってるでしょ電線の上とかをうまく伝わりながら、よいしょ。あ、こうやってね、つまずいちゃうと遅くなっちゃうんですよ、逆に。よいしょ。で、空とかもジャンプするスキルがあってですね、もうほんと自由度が高くて、ちょっとマルチプレイが私はね、そのゾンビとかと比べて、BO2 のゾンビとかと比べてしまうと、ちょっと今のところはね、そのウェーブでみんなで生き残るみたいなモードがあってもいいんじゃないかなと思いますけれども、最後にちょっと似たようなものあるんですけど、まあウェーブではないんです。ウェーブなのかな、あれ。インフルボール的なね、あのやつがあるんですけど、それをメインにしたゲームでもいいかなと思いますね。ソロのね、キャンペーンは非常に、なんかストーリーもね、アメコミの中に入ったみたいな感じでね、ゆるい感じ、なんていうのかな、微妙に力が抜けた、お笑い要素が込められた、感じになっていてですね、今これはね、よいしょ、
お題が与えられてるんですよ。アンダーグラインドって言って、こうやって電線とかの上に乗っかりながら殺せと。でこれが15人倒したら次のやつ、バウンスキルっていうのはジャンプしながら殺せってことですね。こうやっていって、よいしょよいしょ、あと何匹、よいしょよいしょよいしょ、 OK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 。で次は、グラインドキル、グラインドキルなので上に乗ってですね、今度はこうやって、倒していくと、いろんな、ね、変な奇妙な武器があるんですよ。よくありがちなね、なんていうのかな、命令キルっていうのは殴るんですけど、これが大変、またよいしょ、もうカオスでしょこれ。でこれ早く終わらせた人が勝ちなので、よいしょよいしょ、早く早くモンスター、俺にモンスターくれ、ほらほら、よいしょ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 、あと4匹あと4匹、よいしょよいしょ、早くこれ、よいしょよいしょ、これアクション性が難しい、なかなか、よいしょ、コンプリートチャレンジ、コンプリートチャレンジ、ミッションチャレンジ、あ、全部終わったみたいですね。お、私がトップ。あ、抜かれた。ちょっと抜かれた。くそー。倒したんだけどね、よくね。まだ巻き返せますよ。このね、下に書いてあるカオスメーターっていうのが、今が多い方、多ければ多いほど、マップが煩雑になって、ぐちゃ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 ってなる感じですね。なんでまだね、私 100% 超えたやつやったことないんですけど、これがまた面白いんですよね、このカオスっぷり。次世代機じゃないとこれは絶対できないですね。もう複数のあれをね、敵がもう何十匹も出てくる中で遊ぶというね、みんなで8人で遊ぶという感じなので、これはもう次世代機専用のゲームという感じでございますけれども、私はすごい好きですね、こういう自由度の高いゲームで。さらにちょっとね、苦手、アクション性が私苦手なんですけども、こういう飛んだり跳ねたりがね、慣れてないというかね、ですが、なんか武器もね、なんかいろいろあるんですよ。こんな風にね、毒ばらまいたり炎ばらまいたりするやつとか、円盤投げたりとかね、レコール投げたりとか、でそれぞれの武器にレベルが設定されていて、使えば使うほどレベルが上がっていくと。まあ主人公の武器をね強化しつつ、レベルという概念はないんですけれども、オーバードライブっていうね、なんていうのかな、パーク、 COD でいうパークみたいなことをつけて、強化していくというのがね、すごい結構作り込まれてるんじゃないかなと思います。ここリスポーン位置なので、ここにばらまいておく、この毒ガス兵器を。よし、 OK。 基本はね、もう本当乗ってないといけないんですよ、こういう風にグラインダーとかね、あいつを90秒以内に直せっていうのがミッションなんですけど、よいしょよし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 、もうちょっともうちょっと、で凍らせてやる凍らせてやる、オッケー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 、ナイスです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 。いただきました。あ、キルは取れなかったんだ、そこそこそこ。でもなんとか周囲をキープということで、次はねこっちの方が面白いな多分。よし、やっていこうじゃないですか。だからね、私としてはこうやって競い合う、個々のプレイヤーで競い合うより、なんかね、なんていうのかな、もっとリバイブしたりしつつ協力するっていうモードをやりたかったんですけれども、まあレベルの高い難易度になると、そういう要素もあるんじゃないかなと思うので、今後またね、機会がありましたら、ご紹介しようかなと思いますけれども、今回はどんなゲームかね、日本でね、Xbox 遊んでる人少ないと思うんで、こんなゲームありますよと、宣伝も兼ねてあげさせてください、今回は。よいしょ。すごいでしょ、このビョンビョン飛び跳ねる演出。一応世界観としては、オーバードライブ、なんだろう、オーバーチャージだったかなっていうドリンクがね、あってね、それを飲んだ人たちがみんなこうやって変態しちゃうんですね。で、それを主人公はね、食い止めるっていうのかな、これはウェーブ形式ですね。倒せ倒せってやつです。よし。で、ここにまた毒ガスをばらまいておいて、もうカオスすぎて何がなんだかさっぱりわからないんですけど、やってる本人は。とにかくもう撃ちまくれっていうね。オートエイムみたいなのも多少効いてるんで、
こうやって倒しやすい武器でどん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 当てていく。ほら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 、で見たことないようなね、そのヘリコプターのアイテムとかもう私知らないですね。こんなの見たことない、私のあれでは出てないですね、まだ。ほら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 。で、爆発物のやつの方がいいのかな。あ、こっちにしてみようかな、せっかくレベル上げてるから。これがね、マシンガンみたいに花火をぶっ放すやつ。いろんな武器使ってみましょうか。ほら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 、結構ね、アーモもいっぱいあるんで、これは。ほら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 、もう前に行って敵をできるだけ倒すゲームなんで、どんどん行こう、どん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 行こう、どんどん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 行こう。オッケー。今のところはどうなってるのか分かんないんだけど、うわー、後ろが来ちゃった。こういうなんかガーゴイルみたいのがね、強いやつですね、ちょっと。あいつは、お、倒した倒した、すごいすごいすごい。この人うまいですね、やりますね。ほらほらほら、あ、痛い痛い痛い、なんか食らった、なんか食らった。基本はもうグラインダーって言ってね、上に登りながらとかやっていく感じがメインになるんですけれども、もうカオスすぎてもう何が何だか分かんない状態。倒した？ OK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 。 もう1レベル、あ、これでコンプリートか。抜かされたかな、ちょっとあんま殺せなかったね。喋りながらだと難しいんで、実況向きじゃない。あー、やっぱ抜かれちゃった。実況向きじゃないんですよ、あんまり。なんでゆっくりのんびりね、喋りながらするっていうゲームじゃないんで、ちょっとね、触りがてら、ご紹介するという形に、させてください。ほんとね、もうね、口も回らないし指も回らないという状態の中、やらざるを得ないので、こういう人は若い、こういう実況はね、若い方のにお任せします。私はゲームの魅力を伝えるだけで終わりという感じでございますけれども、よいしょ。これがね、結構爽快なんですよね。なんかこのぴょんぴょん飛び跳ねるのが特に素晴らしい。マイクロソフトスタジオなんで PS4 では出ません、多分。うん、間違いなくね。なので、やりたい人がいたら、まあ買ってちょうだいねと、Xbox One を。そういうことになります。大丈夫？これはね、遊んでやるケアパケみたいのを、あ、なかったか。このフィジコだからなんだかわかんないけど、このケアパケみたいのを殴りに来る、日本を勘違いした連中が、甲冑来た人たちもいるのかな、来るので、それを撃退しろというのがお題でございます。よし、どっから来る、いるいるいる、おら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 。これはね、10人を倒せっていうのがプライ、個々のね、あれですね、お題ですね。来てるよ来てるよ来てるよ。よし、こういう協力性はあるんですけど、ただクリアするだけじゃなくて、いかにキルができるかっていうのがね、要点になってくるんで、よいしょ、こういうのも毒ガス兵器をまいといて、これで一気に、よいしょ、大丈夫かな。もう早すぎて何があるのか分かんないでしょ、やってる本人もよく分かってないから大丈夫ですよ。あー、もう触られてる、やられてる、あと一人、あと一人、おーし、ナイスナイス。次どこに行こうかって悩んでる間にもうなんか触っちゃったりして位置がね、ずれちゃうので、ほら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 、キルしてるキルしてるキルしてる、大丈夫か、アームがなくなったってよ。オッケー、よいしょ、なんか触ってるやついないか、誰か、ダメか。あとは何の武器が使える、これかな、終わり。あんまり殺せなかったかな、頑張ったんだけどね。あらー、まだ抜かせない。これね、なかなかね、やっぱりキャンペーンを進めていくと強い武器がね手に入るんで、進めてからやらないともうスコアが B 欠の方になっちゃうっていうね、いくら上手くてもやっぱり大量にまとめて殺せるように、自分をパワーアップするためのアンプっていうね、装備品があるんですよ。アンプリファイの役だと思いますけれども、それをね、手に入れてからやると大量キルとかね、うまくできるようになって、よりゲームはね楽しくなるという感じでございます。
で最後にはね、どのステージにも用意されてるかどうかわからないですけれども、こうやってどこかのテリトリーを守れとかいうね、夜景って言われてるのかな、日本ではそういう風に書いて言ってましたけど、で、モンスターがうわんちゃが出てくる中を、生き残ってさらに、やれと、よいしょよいしょ、こうやってね、モンスターの湧くところに出待ちして倒すよ。ちょっと頑張るよ、動画撮ってるから。ほらほらほら、もう爆発物でいくか。もうこれでとりあえずばらまいといて、よいしょ、 OK。 じゃあ次そっちだね、多分ね。よし、一番乗り一番乗り一番乗り、あー、行っちゃって行っちゃってる。よし、よいしょ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 、でこれでとりあえず爆発物 OK OK、 よし、おら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 、爆発物爆発物、おら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 、爆発物、もうどれが敵だか全然わかんないんですよね、これ。よいしょ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 、おら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 、後ろか、敵はここら辺にいるな。どこ行った、いた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 、よし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 、アーモ手に入れないと厳しいか。このアーモボックスとかね、敵を倒すと体力回復グッズとかもねもらえるんで、そういうのをうまく使いながら、倒してくださいねっていうのが、肝になります。あそこにいっぱいいますね。よし、あー、落ちちゃった落ちちゃった、カオスとこちょっとやだやだ、痛い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 、危ない危ない危ない、よいしょ、ちょっと待って待って、ね、どっか触れないか。よし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 、もう何が何だかさっぱりわかんないでしょ。そういうゲームなんだからしょうがないよね、もうね。オッケーオッケーオッケー。でこいつ、こういうでかいやつはさっきの凍らせるやつで動きを止めてみんなで叩くっていうのがね、多分セオリーだと思います。よし、ほら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 、よし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 、はい次向こう、よし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 、おっとちょっと詰まった。あのでかいやつちょっと無視して、ちょっとこういうやつらを、よし、レベルもね、5段階までアップグレードできるみたいで、私が今使ってるのは、特典でついてきたやつかなのやつだと思いますけれども、ここには敵がいない。よいしょ、 OK。 じゃあここに跳ねながらちょっと、よいしょよいしょよいしょ、あ、よいしょ、お、倒した、ナイスですナイスですナイスです、よし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 、すごいカオスでしょこれ。これ人生大金じゃなければ Xbox360 だったらもう止まってますよ多分これ。円盤に切り替えて、円盤はね、何回も敵に当たるんですよ、あんまり強くないんですけど、よいしょ、敵が向こうにいるのかな、よしよいしょ、おら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 オッケーオッケー、壊した壊した、それで強い武器に切り替えて火力の高い武器で一気に攻めて叩く、おらで肉弾戦もね一応仕掛けることはできるんですけど、基本あんまりやってると死んでしまうので、よいしょ、おらおらおら、でこうやって炎の演出とかもすごすぎて、もう何が起きてるか全然わからないっていうね、まあそれが醍醐味でございます。先ほどお伝えした通り、よし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 、どうだ敵はどうだ、いなくなった、倒した、これで終わり、あー気になった、悔しいな悔しいな、頑張ったんだけどね、なかなか1位取れないんですよね、難しい難しい、あー惜しかったね、3000年か、でも楽しかったんでね、これあげたいと思います。
まあこんな感じでね、スコアを競うのが、今のところマルチの、まあ、要素としてあるんですけども、キャンペーンはね普通にいろいろ飛ぶ技術とかを身につけながら新しい武器を回収してこっちのマルチで使うというのができます。で、終わった後にねボーナスオブジェクティブって言ってね、それぞれのミッションに、オブジェクトがね設定されていって、それを達成するとこで2倍2倍にしてくれてね、スコアが伸びていって、最後にルーレットみたいなのが回るんですよ、得点に応じて。で、最後にカオスモードのどれだけカオスだったかので302%になって、これがね、稼いだスコアによって何個スロットが開くかっていうのがね決まって、最後までいかなかった、悔しい8500万点取れば最後の5個開けられると。で、新しいねこうやってアイテムが解除されていくというのが、マルチの醍醐味でございます。ということでね、まあ、ちょっとだけ、ね、触りですけど、マルチプレイサンセットオーバードライブでした。ということでまた次の動画でお会いしましょう。また機会がありましたらね、どの方がやってる動画とか上げるかもしれません。ということでまた次の動画でお会いしましょう。ではでは。